遺跡ことベゾアールについて説明するのは容易ではない。かつては王族が身につけていたジュエリーと考えられているが、その出所は豪華とは言えない。主に反数動物の胃や腸など消化管内にできる結石であり、王族たちは解毒剤のお守りとして宝石のように飾り身につけていた。また薬効があると信じられ、すりつぶして飲み物に入れられることもあった。宝石以上に高騰し、ベゾアールを買った金持ちらは実は自分が何を買ったのかさえ知らないことも多く、鹿の涙が結晶化したなど伝説の遺物と信じる者もいた。この慣習は1世紀にペルシア人やギリシア人の医師が始めたと言われ、16世紀の欧州で一時的に流行。女王エリザベス・カズヨが身につけていた銀の指輪に小さな結石が取り付けられていたことが知られている。18世紀の医学の進歩でただの迷信と分かり、この慣習は廃れてしまった。現代では飼い主は大抵ペットに首輪をつけ連絡先を書くこともある。興味深いことに古代ローマでは奴隷に同じことをしていたようだ。最近ローマ国立博物館に展示された鉄の首輪には青銅のタグが取り付けられており、札には次のように書かれていた。私は逃げ出した。私を拘束し主人ゾニアスのもとに連れ戻しなさい。あなたには金貨が与えられる。あまりにふざけた内容で偽物と思われていたが、博物館が検査して本物と分かり、4世紀頃の遺物であることが判明。当時奴隷の身元を確認する方法として無理やり顔に入れ墨を入れたりしていたが、それに比べればまだ人道的な方法かもしれない。これは何とも美しい彫刻である。虫眼鏡で見ても細部まで完璧に作り込まれていることがわかる。1737年に一つのオリーブの種で作られたものというが、現代のベテラン職人でも至難の業であろう。制作者は新潮時代の芸術家で、乗っている人の表情まで確認できるから驚きである。さらに印象的なのは窓も開閉可能で、高さ16ミリ幅34ミリの小舟には8人が乗っており、1人が舵を取り、他の客は海を眺めながら船旅を楽しんでいる。底面に漢詩が300字刻まれており、内容は心穏やかに船旅をする友人たちの話で、この彫刻のモチーフとなっている。これは彫刻作品であると同時に読み物でもあったのだ。今なら何でも 3D プリンタやレーザーカッターで作れてしまうが、やはり手作りのものからは職人の個性や思いが伝わってくる。世界の遺跡にはあまりにも巨大で構造が複雑なため、100年かけて調査しても未だ解明されていないものもある。メキシコにある太陽のピラミッドもその一つであるが、2020年1月にピラミッド内で考古学者を驚愕させるものが見つかった。この仮面は1930年代に100メートルほど掘られたトンネルの端で財宝とともに見つかったものだが、その後に忘れ去られていた。蛇紋岩で作られた緑のマスクは驚くほどリアルで、周辺から出土したものとは全く異なっていた。ピラミッドの基礎で見つかったため着工の儀式で使用され、その後に供物として埋められたのかもしれない。あくまで推測であるが、そもそも誰がテオティワカン文明を築き、どのような儀式が行われていたのかも正確には分かっていない。古代ローマの貴族は飲み会やパーティーでどんな娯楽を楽しんでいたのであろうか。どうやらサイコロタワーを使って遊んでいたようである。これは1985年にドイツで見つかり、碑文から誕生日の贈り物であったことがうかがえる。前面にはピクト族は敗れた、敵を殲滅した、安心して遊べと軍隊の勝利を祝い、別の面では受け取ったものへ
これを使って運よく暮らせと直接的なメッセージが書かれていたが、祝辞としては何とも無骨である。装置は単純な用途にもかかわらず、なかなか複雑な作りで、上からサイコロを落とすと3つの層を通り抜け、下の階段から鈴を鳴らして出てくる。仕組みは理解できても、どのように遊ばれていたのかは不明である。ローマ人はモノポリーのようなボードゲームで使っていたのか、またはスゴロクで戦略を練っていたのであろうか。当初は日用品と思われていた異物が、後に別のものと判明したものもある。この17世紀の本もその一例であろう。実はこれは本ではなく、引き出しのたくさんついた小箱であった。引き出しにはそれぞれ異なる毒物が入れられていたという。内蓋に描かれた骸骨の絵は月並みで、映画の小道具のように見えるが、実際に使われ17世紀頃に作られたものであることが確認されている。当時薬と毒薬の唯一の違いは投与量であり、この本は医者が持っていたただの薬箱か、暗殺者が隠し持っていたものか、または暗殺を請け負う医師の持ち物であろうか。だが今後も本当の目的は判明しないかもしれない。古代エジプトの女王ネフェルタリのものとされるこの箱は大変丁寧に作られ、蓋は開閉し、縁には複数の丸が描かれている。また蓋にはハリネズミの彫刻が載せられており、エジプトの神話でハリネズミは死と再生の象徴である。何に使われていたのかは正確には不明だが、アイライナーなどを入れた化粧箱ではないかとの説が有力である。紀元前1200年頃、ネフェルタリがこの箱を使い、夫のラムセス2世のためにメイクに励んでいたかもしれない。とはいえ別に化粧箱は生や死を意味するものではなく、このハリネズミの置物が思いのほか考古学者たちを悩ませている。もしかしたら化粧後の女王は生まれ変わったのかと思うほど、全くの別人になっていたかもしれない。アイルランドの金の財宝は見つかって以来、アイルランドとイギリス間で論争の的となっている。何百年も地中に隠されていた宝は、1896年、北アイルランドの農家が偶然発見。財宝はすぐに家族で分けられ、あちこちに売られていった。大英博物館がその一部を入手し検査すると、なんと2000年前のものであることが判明。本当の価値に気づいた英国が財宝のすべてを自国のものにしようとしたとき、終わらない議論が始まった。議論はさておき、特に注目を集めたのはこの黄金の船である。当時のものとしてはかなり風変わりな彫刻であるが、現在ではケルト神話の海の神マナナンマクリルへの奉納品ではないかと考えられている。ちなみにこのマナナンの彫刻は人気ドラマゲームオブスローンズに参加した彫刻家が制作し、北アイルランドの観光名所となっていたが、2015年1月に盗難、1ヶ月後に激しく損壊した状態で見つかったが、現在では新造されたものが立っている。コロンビアでは黒光りする一連の遺物が見つかっており、どれも約6000年前のものであるという。ライダイトという黒い石で作られ、花崗岩のように固く、加工は容易ではない。身の回りには柔らかい素材がたくさんあるのに、なぜ古代の人はこれほど硬い石を選んだのであろうか。学者を悩ます疑問はそれだけではない。人の成長の過程が描かれたこの遺伝子ディスクはほぼ完璧な円形で、作りも滑らか。細かい彫刻が施されているが、表面のどこにも道具の跡が見られない。現代人の目からは最新のレーザーカッターで作られたように見える。このワニを模したフルートには正確に開けられた穴もあり、当時の道具では実現できないような代物である。古代の南米人は宇宙人と接触し、
異世界に通じていたなど、噂が絶えないのも不思議ではない。ナマシュトゥはメソポタミア神話に登場する邪神で、天空の神アヌの娘である。この悪魔は出産中の女性を脅し、授乳中の赤ん坊の気を散らし、子供の骨をかじったり、血を吸ったり、自然を破壊したり、川や湖など淡水に侵入して病原菌をばらまくという。全身毛深く、メスライオンの頭部にロバの歯とのみ、鋭い爪のある鳥の足を持ち、ロバに乗って豚や犬をあやし、蛇を手にした姿がよく描かれる。一体呪われた者はこの怪物からどのように身を守っていたのであろうか。ルーブル美術館にあるこの御譜版は、紀元前2世紀か1世紀の間に作られたもので、当時の人はこれをベッドにかけてこの悪魔から身を守っていた。裏と上部には嵐と干ばつをもたらす旧敵パズズの肖像が描かれている。驚くことに、パズズはラマシュトゥの夫であり、アッカド人に恐れられた悪霊の王である。獅子のような頭とワシの爪、翼とサソリの尾を持ち、南西風の悪魔として、乾季には干ばつを、雨季にはイナゴと嵐をもたらすと恐れられていた。そんな親玉パズズは時折他の悪を抑え込むために召喚され、妊婦と子供をラマシュトゥから守ってくれると信じられていた。このようにパズズは石板の上からラマシュトゥを見張っているのである。古代エジプトでは猫は神聖な動物であり、特に崇拝されていたことはよく知られる。猫の女神バステトの聖地では猫のミイラを供物として捧げていた。2018年サッカラでは大量の猫のミイラや木彫りが見つかっている。古代エジプトでは今日と同じようにペットとして飼われ、共に飼い主の墓に入れられて来世でも一緒に暮らせると信じられていた。エジプト学者は棺の上に猫の彫刻が置かれ、棺の中に猫のミイラを入れていたと考えている。古代エジプトの初代王朝以来、猫は毒蛇を殺しファラオを保護したことで称えられ、崇拝されるようになったという。